新宮村は愛媛県の東予地方、馬地域にあった村である。2004年に合併により自治体としては消滅した。人口1700人の典型的な山村で40以上の集落があるが、それぞれの間の距離がある上、幹線道路から何百メートルも上がった高台にも集落が点在。高齢化率43%。全国でも数少ないインターチェンジのある村だった。 四国のほぼ中央、愛媛県の東端に位置し、東は徳島県、南は高知県に1000メートル級の山々で接する。北は鳳凰山脈を境に、川の江市と西は伊予美島市の峰南地域と接する。川の江市街へ掘り切りトンネルを経由して、自動車で約20分。村の大部分は休憩車の山林で、工作地は少ない。 集落は谷合よおび比較的傾斜の緩やかな中原に分散している。村を東西に、同山川が深い渓谷を形作りつつ貫流し、徳島県山城町に至る。同山川には、新宮村から上流には、新宮ダムなどが連なる。土佐街道が村を南北に縦貫しており、歴史的遺産や言い伝えも数多く残っている。山地特有の変わりやすい気候であり、降雨も、 比較的多い。陶器はやや寒冷で、積雪も見られる。木の国新宮から、熊野神社を勘定したとされ、これが今日に伝わる新宮の名の起源となった。旧村の記事も参照のこと。中世以前近世新宮村の系譜。町村製紙工事。新宮昭和29年3月31日。新瀬川新館村合併。 馬立新宮村平成16年4月1日、上山上野山村、新設合併、四国中央市、川野江市、いよみ島市、土井町。新宮村以外の合併以前の系譜は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。山村であり、農林業以外にこれといった産業はない。冷涼な気候を活用した茶の栽培を営む農家があり、低農薬を、 セールスポイントにするサインもあり、一定の固定客を得ている。積雪時の新宮インターチェンジ高速道路、一般国道県道、ありがとうございます。